はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は先日からドラムのエフェクトシステムというのを提案していまして、その中でドーテックさんという会社の D サイドインというとっても素晴らしいルーティングソフト、これを使ったドラムシステムなんですけれども、それを作るにあたって久しぶりにドーテックさんのページをいろいろ見ていると、ソフトも増えていましたし、そしてアップデートをして CPU 負担が40分の1とかいう風になって、とっても改善されたソフトがいっぱいあったので、今日はドーテックさんのソフトの魅力をお伝えしたいと思います。ではやっていきましょう。今画面に出ている D-WIDER というソフトはとっても優れていまして、ワイダーという名前でわかるように音を広げるわけです。今わかりやすいように色を青にしますね。この青のトラック、ギターのモノラルトラックです。ただしモノラルトラックですけど、スタジオ1の場合はトラックの属性としてはここでモノラルからステレオに変えています。でもデータはモノラルです。ですからこの状態で鳴らすと真ん中から音が聞こえます。はい、こんな感じですね。でも皆さん、ギターのフレーズって幅を持たせたいからということで、レフト R に振ったり、もしくはコーラスのエフェクトを使ってですね、少しタイミングをずらして広がり感があるようにやってみたりとか、いろいろ工夫をしていると思うんですけれども、このワイダーにはデュオという機能がありまして、これをオンにするとモノラルが2つのデュオというような形になるんです。そのボタンがこれです。この音源はデュオを使わないと、いくらこれで上げていっても幅が広がりません。ちょっとやってみましょう。このままでやると、思いっきり上げても広がっていきませんよね。でもデュオボタンを押しておくとこんな風になるんです。はい、どうですか？素晴らしいですよね。皆さんもぜひゲットして使ってみてください。今日はこの話だけではないんです。これからどんどん魅力を伝えていきます。今度はドラムとギターが入ったトラック、これを聴いていただきます。今は特別なことはやっていません。はい、こんなトラックです。次はマスター関係をお話しします。なんとなくちょっと曇った感じに音が聞こえませんでしたでしょうか。ガットギターの音色ですので、少しクリアさというのは欠けると思います。それをクリアにしていくのがこの D クリスタルです。これは3つのノブがあるんですけれども、第1段階、第2段階、第3段階みたいな感じでですね、左から順番にかけていって、そして自分の思うクリアさというのを出していくんです。かけすぎにも注意しないといけないんですけれども、ぜひこれをやってみましょう。かけていきます。
バイパスします。入れます。いいですね。とってもクリアになりました。そしてここにマキシマイダーの D ポップマックス、これを入れたいと思います。はい、音圧もとってもクリアな感じで上がっていきますね。もちろん音圧を上げるときはどんな媒体でリリースするのか、それを考えてラウドネス管理というのは必要です。ちょっと出しておきましょう。はい、今ラウドネスがマイナス15ぐらいですから、まだもうちょっと上げていいということです。 YouTube に上げるときはだいたいマイナス14からマイナス13ぐらいを狙ってください。ちょうどの音圧になります。それ以上音圧を高くすると YouTube の方から勝手に音を下げられたり、そういうようなことがありますので、だいたいその辺を狙ってください。僕の経験上だけ言っておきます。12ぐらいまでならほぼ YouTube に勝手に音を変えられるということはありません。そんなに心配しなくてもいいと思います。でもセオリーとしては13、14ぐらいと言われています。じゃあやってみます。はい、ちょっと余裕を残しまして、このソフトのいいところ、ワームスというのがあります。世間で言われるサーチュレーションのようなもので、何とも言えないまろやかさ、あったかさ、そんなものが出てきます。ちょっとやってみましょう。はい、こんな感じにマキシマイダーを使えます。さらに先ほどもやりましたワイダーを入れて音を広げてみましょう。バイパス。こんな感じにマスターエフェクトを使うことができます。素晴らしい機能ですので、ぜひ挑戦してみてください。村長スタジオでした。